何の2曲、ドラはイーマン、トップ目掘り、追いかける近藤日向高宮という並び、平坦期のリーチいかがでしたか。いやもう行きますよね、はい、問題ないです。問題ない手で8000点2回放送しましたね。じゃあそうなんですよ、トンの1曲と今のと。そうなんですよ。あー掘りいいぞ。んカウンソーで両面が1つか、高宮は、ソーズで1面です。今度も悪くないね。悪くないですね。やっぱり一番いいのはこの人ですか今は。はい、ハイパイのいい人悪い人っていうのはもう平等なんですか。何それ。この人だけ妙にハイパイいいなとかってないですか。あんまり。あるあるある。平等にハイパイっていうのは配られてるんですか。いや違いますね。違いますか。はい。どうしてその差が出るんですかその場合は。天運ですね。神様から与えられた、持って生まれた、うん、なるほど。3人ぐらい知ってますね。そういう人、有名なプロで。あ本当ですか。そういう人って他ではあんまりこう運がなかったりするんですか。そういう人って技術が発達しないんですよね。あ、天運がある人は、ええ、おあのだっていつも大体いいんだもん。だから工夫してなんかこう組み合わせを増やしていく技術がいらないんで、はい、うんうんうん、そういう面ではそこが未発達になるんですね。本当の力はつかないということですね、はい。さあ両面ができましたが、いやいやいやまだまだこれはきついね。急走切っちゃった方がいい、はい、ファースト急走ね払って危ないですよ。やや強気、日向はディフェンスの強い選手ですよね。はい、はっきりと特徴ある選手かなと思います。対してこちらはオールラウンダー堀慎吾。ね、ドライーマン6球その受けがあるから単野が確定していない。だからといってトンまで離せば安全が確保できない。でも私の名前は何だっけ。いやー攻めきれないか。苦心の末紡ぎ出したのはドラのイーマン切り、単野を狙っていくことですね。そうですね。あとはあの5万引いて、はい、あそこは両面にしたいっていうことでしょうね。津田さんなんか今のとこからどういう打敗選択になるんですか。高宮の手ですが4万ですか、はい、なるほど。その心はもうダメだから、はい、外側にパイを散らしていく感じで打っちゃうっていう。中に寄せない、ええ、中に寄せると危ないんで、まあ真ん中に寄れば寄るほど麻雀のパイは使いやすくなりますから、人にとっても危ないパイですよね、そうなんかこう楽観的に打てるような手じゃないんで、うん、おじゃあかなりここ今危険が身に迫ってるぞって思いながら、警戒しながら。そうですね。でレアマン重なった段階で、はい、もう7万切っちゃうかもしれないね。うん、でも今堀がこれ考えてるのはおそらく高宮のドラ切りを見て準備しておいた方がいいかなっていう憂いですよね。いやそこは考えてなくて、はい、自分の手攻め筋ですよね。そうなんですか、よく両ピンな薄いの分かったね。場だけ見てると両ピン残したくなるんだけど、うん、ないですよ両ピンね。なんだこれなんだこれだよね、はい、だってリャンピン場に1枚出てるだけですよ、はい、で半パーソーとリャンピンのうわカンパーソーとリャンピンの比較だもんね。もし高宮のところに目がいてたら E ピンが置いてあるから関連ピンのターツ残したりとか安全性も確保できると思うんですよね、そこじゃなかったんですよね。いやでも両ピンがないっていう情報取れるんですか。取れないですよねおそらく。ふわっと感じたんじゃない。うん、カンパーソーのがいいっていう情報出ます。ローソー近藤が切ってるだけでしたよね。だから五分五分なんですよね馬強ではね。
さあ高宮の選択ですよ。ただあのドラが1番なんで、はい、カンちゃんの選択するときは上目の方がいいんですよね。下の3色になる可能性があるからとか、みんなねそこら辺のパイ持ちやすいんで、うん、上目のが狙いとしては良かったんですよ。高宮ここは7番切りとしたいいシャンテンです。ああこれは前出づらいな、非常に危ない形ね。うーん、ドラさんなんだけどね、日向もドラドラ赤ですね。コリとヒ、高宮がイーシャンテンです。ここで堀に追加点、はい、例えばマンガンクラスの追加点が来たら大体決まっちゃいますよね。2番手の近藤の親でもマンガンの勝点で流したら大きいですよ、はい、あまりあこれ目いっぱいかな、いよ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 ね。いや怖いのは分かってる。ここは行く、目いっぱいだ、勝負に出ます。うわ広い、あこれは良くなった、広いガラッと良くなった。カンパソ1枚しかなかったんですけどね、これで小層や9層でも OK。これでメンタンピンイペイコーだ。チー、ああ更新きた。これどうですかこの判断は。チーの、仕掛けて、もう上がれなさそうな手だったんで途中、はい、やむを得ないですよね。急がなきゃと。テンパイ取れただけラッキーっていう。急走短期。あ日向2枚。あでも危ないこれ。危ない危ない危ない。2枚持ってるだけに危ない。近藤ローソー置いてある。大変津田さん大変だ。マンガンで親流したらって言ってましたよ。マンガンで親流したらって言ってました。スッチーマンローマンチーマンちょっと前に通ってる。近藤ウーマンや3万引いても危ないかもしれない。どうにもなんないねこれは。でもウーマンとか引きづらい。そもそも数万はどうなんだ。たー2000円4000円。内田さんさっき何て言ってましたっけ。決まる決まるよね。何を上がったらですか。マンガン詰まった。マンガン上がったらね。